件番号13298、現場記録その2、韓国人らしき女性が現れました。この時、事件の鍵を握るこの少年、彼の正体は、野外での撮影がついに行われました。いつどこにでも現れるチャンディ役のクー・ヘソンさん。あらあら、撮影現場でなんていうことを。でもこのシーンはどこかで見たような。いくら寒いと言ってもそれはないでしょう、クーヘソンさん。ああ、女性でしたか。また誤解するところでした。しばしの休憩時間、中国の少年と何のお話をしているのでしょうか。 How do you say in Chinese? How old are you? Cantonese? In Cantonese? Sopi. Yes, Sopi. No, no, no. How old are you? Oh, Lei, 给到手。Lei? Lei, 给。Handsome.事件番号13298、現場記録その3。少年の誘いに乗ってしまった韓国の女性。暴力団員に囲まれた韓国の女性、果たしてこの危機から脱することはできるのか。クーヘソンさんは今日もバイト中ですね。こんな和やかなムードの中、クーヘソンさんは今日も、つまみ食いは消化によくありませんよ。クーヘソンさん、どうしてこんなに食べてばかりいるのでしょう。여기와서제일많이하는말이배고파요졸려요힘들어요엄마밥밥밥밥이거예요배고프고졸려도해야죠즐거운마음으로해야죠脅されるチャンディ、逃げ出す方法はないのでしょうか。でもこの時、3人の守護天使が空から降りてきました。彼らはまさに F4。 年上のチャンディが見守る中、 F4 のメンバーはかなり危険そう。F4 にとってアクションシーンは初めてのようですが、うまくこなすことができるでしょうか。でもこの時、嬉しくないお客さんが現れました。キム・ヒョンジュンさんはただ笑うだけです。クーヘソンさん、カジノで大負けでもしたのでしょうか。今日もバイトですか。彼女の求職活動はここでも続きます。
どんな仕事も選ばないようですね。もう終わりましたか？私ももうくたびれました。代わりに行ってくれますか？다힘든것같아요안힘든일이없어요다이렇게느낀게서로이렇게조화가잘맞고화합이잘돼야되는것같아요마이크드신분은또거기에대한또고충이있으시고카메라감독님김영감독님모두다저셋찍으러가야돼요저가야돼요저바빠요모르겠어요뭐쓰리잡하시려고하시나네지금도제역할뺏어서앉아있어요ついにキム・ヨンジュンさんの役まで狙っているのでしょうか。何でもやりこなします。クーヘソンさんもそろそろ仕事をする番ですね。でも本当に可愛く微笑みます。シマ、ね、何ですか。これはセリフではないのに本当に仕事しているかと思ったら違いましたね。キム・ヒョンジュンさんにギターのレッスンを強要していました。クーヘソンさん、ここは実験室ではありません。ついに自分でギターを持って習い始めました。그런프로포즈를할거예요제가 곤돌여기와서해야되는게곤돌라타면서노래부르면서프로포즈하는거하나랑기타치고거리에서프로포즈하는거하나랑두개배워가요완전좋을것같아요제가받으면저는부끄러워서막쑥스러워서몸둘바를모를것같고요事件番号13298現場記録その4たくさんの男たちそして一人の女性平凡な午後屋上で何かを準備する二人の男性路地にはたくさんの男たちその日の事件はこうして始まった。喧嘩が始まって、うわっうわっうわっ一方的に殴られていた男はついに地面に頭をぶつけてしまった。